クワヒマルパデモレロスは、メキシコシティを構成する16の管轄区域の一つ。メキシコシティ西部のメヒコ州との境界に細長く広がる。メキシコ最古の国立公園であるデシールトで、ロスレオネス国立公園の一部があり、樹難劇でも知られる。単にクワヒマルパとも称する。クワヒマルパデモレロスは、 メキシコシティの西部に位置し、面積は80.95平方キロメートルである。ミゲルイナルンゴ及びアルバロ・オブレコンと接する。西部と北部は、メヒコ州のオコヨアカク及び、ウィシュキルカンと境を接する。メキシコシティとメヒコ州の境界をなす、火山性のシエラデラ・クルセス山脈の東側に位置する。平均標高は2750メートルである。土地は、高低差が大きく。 南部には、ラパルマ、サンミュゲル、エル・コンチニと、エル・アンヘルなどのミネが多い。土壌は大部分が、ヒナリーワからなるが、小さな谷や峡谷には堆積岩が見られる。現在は、火山活動は見られない。約20%の土地が保護地域とされ、それ以外は都市化している。標高の高いデシエルトで、ロスレオネス国立公園は最もよく保存されている。スプロール現象は、 現在も続いており、森林その他の保護地域を脅かしている。建物の建設を制御するための努力は払われているが、不法な集落、特に国立公園に沿った地帯のものは深刻な問題になっている。2010年のクアヒマルパデモレロスの人口は約18万人である。クアヒマルパデモレロスでは富裕層と貧困層が隣接して住んでいる。家やアパートの値段は、 メキシコシティで最も高く、1平方メートルあたりの価格は、メキシコシティの他の地域と比べて55%高い。しかし、富裕層のための住宅地と貧困地域では大きく、価格が異なる。デシエルトで、ロスレオネス国立公園、デシエルトで、ロスレオネス国立公園は元修道院と陰遁所であり、1606年にカルメル海によって築かれた。デシエルトは、 今日では砂漠を意味するが、ここでは本来の意味で人里離れたイントン書を意味する。1814年までイントン書だったが、その後イエズス会の病院になった。今日では修道院の後は3つの博物館として使われ、それぞれ国立公園地震、メキシコ独立革命200周年、メキシコ革命を記念する。ベヌスティアーカランサ大統領時代の九百十七年に、 メキシコ最初の国立公園に指定された。1500ヘクタールの広さがあり、山の峰や峡谷を持つ。年に30万人が訪れ、特に青春館と12月が忙しい。受難劇最大のイベントは、受難劇であり、2013年に100周年を迎えた。延べ150万から200万人が訪れ、正金曜日だけでも50万人が訪れる。 クアヒマルパデモレロスの受難劇は、イスタパラパのものに次いで、メキシコシティで2番目に大きい。約200人が参加し、1週間をかけて行われる。青週間の間は、種類の販売は禁止される。クアヒマルパという地名は、ナワトル語で製材所を意味するクアウシマルパンに由来する。この地は1342年に、テッパネカが支配権を確立し、 100年にわたってその首都、アスカポツァルコの支配下にあった。15世紀半ばに、アステカがテッパネカを打ち破った時、多くの人々が謙遜なこの地に逃げてきた。スペイン人による征服後、エルナン・コルテスはトルーカへの交通路を確保するために、一帯を制圧した。1534年にコルテスはこの地の所有権を主張し、この地をサンペドロ・クアヒマルパと名付け、他に、 いくつかの町を建設した。17世紀にカルメル海によってデシエルトでロスレオネスにイントン書と修道院が建てられたが、今では博物館と国立公園になっている。当時先住民は法的主張をするために土地の歴史を記述したテチアロヤンという文書群を作成した。その中で最も有名なものが、 クアヒマルパのテチアロヤン絵文書であり、原文はナワトル語で書かれたが、1865年に皇帝マクシミリアンの命令によってスペイン語に翻訳された。現象は現在メキシコ国立公文書館が所蔵し、1997年にユネスコの世界の記憶に登録された。植民地時代から20世紀初めまで、この地の主要な産業は焚木の伐採と木炭作りであり、 穀物と家畜は地域内で消費するために生産された。また、メキシコ盆地とトルーカ盆地の間の旅行者のための宿場や食料の供給地でもあった。1884年に鉄道が敷設された。1862年にサンペドロクアヒマルパはムニシピオの筆頭市となった。1899年にメキシコシティレンポークが拡大され、 クアヒマルパはその中に含まれた。1928年にメキシコ式シ連邦区が再構成されて13の区が成立すると、クアヒマルパはその一つになった。1970年にメキシコ独立革命の英雄であるホセマリア・モレロスを称えて、クアヒマルパでモレロスと解消された。土地が険しいために都市化は進まなかったが、20世紀半ばになると、 メキシコ盆地の工業化がクアヒマルパに達した。1950年から1980年にかけて人口は900%以上に増え、特に1970年代の人口増加がは,なはだしかった。新しい住宅の建設が人口の増加を促進した。1985年の地震の結果、人々はメキシコシティ中心部の軟弱な地盤を避けて、 より健固な西部や南部に移住し、このことも原因になって人口の増加が続いた。しかし急激な人口増加によって環境問題が発生し、ゴミ捨て場として使われていた採掘工跡の上に建物を建てるなどの問題が起きた。1990年代になって人口増加を調節して自然区を保護する努力が払われるようになった。ありがとうございます。